ふれあいということで、今日もやっていくぜ、ザ恋愛シミュレーション2ふれあいをね。いやー、4時間でこの間終わらないんだな。まあ実際3時間ぐらいしかやってないんだけど、さあやっていくぜ。4日ぶりの実況だぜ。あー、ゆほちゃん、あ、もうゆほちゃんルート行ってんじゃないこれ。いいね、かわいい。しかしね、全然覚えてない全然覚えてない。まだね、キャラクターの名前を完全に覚えてないからね、この説明書を読みながらね。あれかな、多分ちょっと動画を見返したんですけど、まやちゃん、いや違うか、学校でゆほちゃんと会った後かな。あー、いかん、なんか頭がクラクラしてきた。バイト中はクーラーがかかりっきりっていうのは悪いよな。まあ確かにな、クーラーずっとかかりっきりは悪いからな。ん、聞きれない音を見立てたのは俺何かと思えば、振り返ろうとしたその瞬間、突然一人の少年がものすごいスピードで俺の脇を駆け抜いていく。あれ、男の子、ローラースケートか。いや、ちょっと違うな。俺もあんなんがあればもうちょっと涼しい思いができるのにな。あれか、多分靴の後ろにローラーがついてるやつだろう。一回流行ったもんな。俺が知らん間にな。どんどん小さくなっていく少年の姿を見ながら、子供は気楽でいいなと思い、今の自分が気楽ではいられないという改めて実感した。わかる気がする。いやけど今まあ一人暮らしであれやけど、一人大人のがいいな。うん、絶対大人がいい。あ、なんや。そう言いながらレンタルビデオやばい、レンタルビデオやばいぞ。確か何日か前にも似たような、あ、8月6日ってやばいんじゃない。あと1日しまった。うるせえな、返してくるよ。でも運動不足の体にはちょうどいいんじゃない。確かに運動不足だけどさ、面倒だな俺と同じこと言ってんじゃねえか。みゆき、帰りがけに返しておいてくれないか。あのね、どこが帰りがけなの、全然逆の方向だよ。いいじゃねえかよ、立ったついでよ、立ったついで。俺は家に出たくないんだ、家からな。ほらほら、自分のことは自分でする。いやじゃあ、へいへい、行ってらっしゃい。くそー、まあ俺は全部自分のことは自分でやるけどな。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃねえよ。今日もお疲れさん。さてと、どうするかな。わざわざ街に出たんだし、このまま帰るっていうのもな。わかる、めっちゃわかる。どうぞ、よかったら手に取ってみてください。お、マジで本。ん、はい、こちらでよろしいですか。ありがとうございます。いや買わねえし。今の声どこかで、あれかな、まやちゃんかな。向こうの露店の方か、行ってみるか。まやちゃんかな、まやちゃんかな、まやちゃんじゃない。その赤いの、あ、あとね、あっちの緑のやつももらおうかな。シーナさんか、リボンが違うけど、こちらのブローチ。ああ、シーナちゃんじゃ。2つで800円になります。これいかんだろう、立ち絵とさ、顔のあれがリボン違うじゃん、ダメじゃん。あれ、シーナさんじゃないか。アクセサリー売ってるのか、なんで彼女がこんなこと。アクセサリーか、俺アクセサリー持ってないからな。こちらがお品物です。ありがとうございました。これね、時計は一応止まってる時計持ってるな、それ以外何も持ってないな。アクセサリーマジ持ってない。ピアスとかもつけないし、ネックレスもつけない、時計もつけない、指輪もしない、なんかミサンガ的なものもしないみたいなね。まあ、もらったらやるんだけどな。へえ、手際もいいし、よくやってるな。せっかくだ、軽く声でもかけてみるか。こんばんは。はい、こんばん。え？じゃねえし。先生。先生です。こんばんは。こんばんは。あの、こう女性がなんか顔赤くなったら可愛いよね。化粧でさ赤くするとさ、お前赤すぎるだろうと思ったり。私もそろそろ帰ろうと思ってたと、片付けますから、ちょっとだけ待っててもらっていいですか。まあ俺声かけたしな、まあ、しょうがないか。そう、じゃあ俺も一緒に手伝うよ。すみません、ありがとうございます。いい声な、すげえいい声な、すっげえいい声なこいつ。お、しかもなんか飯誘ってる。いや驚いたよ、まさか椎名さんが露店をやってるなんて思ってなかったから。私もです、知り合いに声かけられたの初めてだったから。俺も露店で何かするかな。まあ今の時代はね、露店で何か出すっていうのはね、無理なね時代になってきたからね、マジで。さっきはごめんなさい、
大きな声を出してしまって。いやいや、あの、私がお店やってるのって、うん、意外といえば意外かな。シナさんってそういうことをするような感じには見えなかったから。あ、いや別に悪く言ってるんじゃないよ、逆に感心したぐらいだよ。いいんです、私ってあまり行動的には見られないみたいで。ああ、確かにな。本当は全然そんなことないんですけどね。そんな可愛い子がな。やっぱり髪を長くしてるのが悪いのかな。可愛い子がな、こう働いてしたりしたらな、声かけられちゃうからな。それはあんまり関係ないと思うけど。でも手際よくやってるんだね。もう始めて長いの？いいえ、夏休みが始まっ、ああ、やっぱアルバイトやろ。そんなことないですよ。最初の3日間くらいは、それにお店の前で足を止めてくれる人もほとんどいなくて、結構大変だったんですよ。そんなに可愛かったら止まるわ。そっか。でもすごいよな、自分でお店を開いて自分が作ったものを売るなんて、そうそうできることじゃないよ。夢だったんです、子供の頃からの。昔の時代はこれができてるからいいからな。今の時代露店とか開くとあれだからな、マジ止められるからな。もうあれだよ、でっかいトラック買って俺も露店しようかな。露店したいな。露店するのもいいけどな、なんかどっか駐車場でっかいところちょっと借りてからさ、でっかいトラック買って、でそこになんか厨房みたいなの作ってみたいなね。無理だな。自分の力で何ができるのか一人になって試してみたかったり。偉いな。こんなこと言うと笑われちゃいますよね。失敗したらな、莫大的な、なあれだからな、金かかるからな。自分に何ができるんだろうって俺も考えたことあるし、実際一人暮らしを始めたのも似たような理由だからさ。なんか椎名さんが思ってることと俺が思ってることってちょっと似てるかも。そうですね。でも全然似てないけどな。一人暮らし、私憧れてるんですよ。一人暮らしじゃないんだ。ここだけの話、大学へ行きたい理由の半分くらいはそれなんです。一人暮らしいいからな。めっちゃいいからな。もう本当にいいからな。あれ割と不真面目な動機なんだ。椎名さんってもっと真面目な子だと思ってたよ。残念でした。結構いい加減な女の子なんで。そんな子いないからな今時。いや俺が知らんだけかもしれんけど、そもそもね女性に縁がないからな。おっと、そろそろいい時間だね。今日はもうお開きにしようか。そうですね、いい時間、22時、まあ結構いい時間だな。はい、おやすみなさい。おやすみね。あれやな、そろそろマリオも実況さよな。マリオしたくなってくるんだよ。たまにあれしたくなるんだよな、マリオもな。この恋愛シミュレーションはね、とりあえずやってみたかったっていうだけの話でね、まあ、ちゃっちゃと終わらしたいという、ちゃっちゃと終わらしたい。こう、やっぱね、最後までやらんとね、面白いかどうか分かんないからな。おはようございます。あれ？ルートが、シーナルートになったか、もしかして。シーナ、愛し。愛しって。シーナさん、相変わらず早いんだね。ご行く時間がこのくらいなんです。なんか習慣に、あの、昨日はありがとうございました。おー、さすが。私から誘ったのにごちそうにまでなって。ごちそうしたのか。いやいや、そんなこと気にしないで。こっちも暇だったし、シナさんと話せて楽しかったから。どうですか、そんなこと言われたの初めて。おー、やるなこいつ。ところでシナさん、今日もお店やるの？はい、いつも8時ぐらいからやってるんです。8時？夜の8時か。8時じゃあな、8時、俺のところの町はな、8時からもう全然人歩かないからな。よかったらまた声かけ。あ、そうさせてもらうよ。アクセサリー、そうやな、自分で作ったりしたら結構限界安いからな。すみません、午前授業。なんだよ。あ、はい、なんでしょう。今日の授業で使う予定だった矢作さんはお持ちじゃないですよね。持ってないよ、そんなの。ちょっと見てきましょうか。すみません、助かおーい。おかしいな、プリントなんて見当たらないぞ。あ、これかな。それは昨日のやつだよ。なんか変な声のやつが来た。誰だ。でも他には見つからないぞ。もっとよく探さないと。お前が立ってんだな。困ったな、どこにあるんだろう。困った、困った。本当困ったわ。って、おい、なんでお前がここにいるんだ。先輩、よほー。全然声わからんた。全然声わからんた。あれ、こんな声やったっけ。先輩が困ってるとの噂を聞きつけ飛んでまいりました。ビシッビシッ。
携帯なんていいからさ、早く戻るよな、早く。でも先輩、プリントないと困るでしょ。めっちゃ困る、めっちゃ困る。そりゃそうだが、お前がいたところでどうにも。はい、プリント。はい、予想通り。え、お、さすが、イホ、助かったよ。でも一体どこにあったんだ。そんなのわからなくても、私の地下。地下？え、忘れちゃった。おいおい、まあちゃんと見つかったわけだし、別にいいんだけど。そうそう、じゃあ私も地下ってない、戻ります。私の近くにあったからみたいな、そういう感じ。いや、そんなわけねえわ。おう、でももう勝手に抜け出せないよね。うん、聞いてないから全然聞いてない。お待たせいたしました、プリントです。矢作さん、プリントあったんです。はい、ごめんなさい、プリントはこっちにあったんですよ。私が持ってきたの忘れてた。え、そうなんですか。ここに、あら、ない。ごめんなさい矢作さん。どういうことやねん。ありがとうございます。でもおかしいわ。それは妙ですね。あー、ユホのやつが持ってきて、まあ、主人公に渡そうとして渡して戻ってきたら、実はあったよみたいなね。うん、手品でも使ってるね。相変わらず不思議の多いやつだ。いろんな意味で。性格とか。どういうこと？天然ってことか。くしゃみとかしねえから。くしゃみとかしねえから。なんか説で誰か言ってほしいな。なんか。夏休み時間。そういえば UFO、 昨日のまやちゃんのことなんだけど、うん、昔転校してた友達で、もう知ってるけどな俺は。積もる話をしてた。お前何か隠してないか。な、何も隠してませんよ。やだな先輩。めっちゃ声がさ、棒読み。ユホと同じ学校から転校したってことは俺と同じ学校だったってことだよな。その割には全然見覚えがないんだよな。お前と仲良かったなら何度か俺とも何度か会っててもうおかしくないはず。ほら、あ、この顔かわいいな。やっぱり何年も経つ。いや、かわいいとずるいっすわ。そうかな。そうなのですよ。決定しました。おめでとうございます。こういうちょっと天然だけどちょっとハイテンションな子もいいよね。なんか釈然としないような気がするな。うん、ロードがねちょっとね長い気がするな。放課後。それじゃあお先です。 お疲れさん。お疲れ様です。さーてと今日はどこに寄って帰ろうかな。ちょっと待った。あ、誰だ。あ、お姉ちゃん、すいません。いや、何もない、何でも。今、帰ろうって言ってたでしょ。え、そうだよ。何か問題あるのかよ。終わりよ、終わり。あんた、今日は教室の戸締まり当番でしょうが。何？え、そうだっけ？そうだったっけじゃないわよ、もう。いや、だってさ、何も書いてないし、言われたいんだもん。ほら、ささっと行ってきなさ。行ってきまーす。しゃあねえな。まだ誰かいるのか。あれ、あいつは。あ、出たー、ことぶき松野。もう目の前に説明書を読みながらやってるからな。こいつもしかして授業中からずっと寝てんのか。ったくしょうがねえな。何のために来てんだよこいつ。あ、でもおかしいんかいや、そうやって言いたくなるよな。だってせっかくねゼミに来とうのになんで来とんやって。そんなんやったらキャンプとか行ってこいよ。はい、もう授業は終わってんだぞ。あ、でも左下のあれやな、顔かわいいな。立ち絵全然かわいくないのに。ほーら起きろよ。あれ、立ち絵かわいいな。先生、終わったよ、とっくにな。あ、ひどいよね。授業終わったんなら起こしてくれたっていいのにさ。お前が誰とも仲良くないからだよ。
あのね、一人になるのっていうのはね、あんまりね、そうあれなんだよ。自分から声かけない人はね、一人になりやすいんだよ。そしてね、自分から喋るやつはね、本当にね、友達ができやすいんだよ。彼女はね、まあ、彼女もそうやけどさ、自分やっぱね、話さないと友達できないし、話さないと彼女ができないというね。はい、もうどうでもいいね。はい、授業もろくに受けないで寝てるお前が悪いんだろ。なんだよ。もうこんな時間じゃない。私待ち合わせあるの。じゃあね、先生。おい、ひどいな、扱いが。先生の扱いひどいぞ。相変わらずのやつだな。さてさて、閉じまりっと。掃除もして、窓も閉めて、家に帰るか。さあ、今日は家に帰って何しようかな、と思ったら。とりあえずは順調のようね。全然、関係なかった。主人公が出らんときずっと喋るんだけど、こいつらだろうね。これすげえな、無駄にあれな、フルボイスだな。やっぱマヤは優秀だよね。また怒るわ。そういう言い方しないで。そうだよ、悲しくなるわ。優秀なやつっていうのはね、陰でね努力してんだよ。私たち親友でしょ。どういうこと。ありがとうマヤ。どういう話でそういう経緯なの。ところで先輩がどうか。やっぱりミー様に似てるから。ミー様。そう、ミー様。誰かおったっけ。思い出させるような。やだな。自分でそう思って近づいちゃったんだから。ありがとう。あ、ところで、あの先輩後輩の関係。あ、それね、少女漫画の真似なの。あー、なんか前回あったな、少女漫画大好きっ子みたいな。少女漫画、少女漫画を知らないだと。その話がまた面白かず、憧れの先輩が卒業してしまって長くなりそうだから。あと一応は隠さなきゃいけないんだから、あまり派手なことはしちゃ。はーい。なんか不安。何隠しとったっけ。まあよくわからん。なんか天候のなんたらかんたらとか言ってるけど、あんま覚えてないな。8時か、シンナさんそろそろ店始めた。うわわ、どうしようかな。うわ、シンナさんルート行っちゃう。うわー、いやー、シンナさんルートもやりたいな。いやー、実況2回取るか。2回取るっていう手もあるな。UFO 行きたいんだよな。いや、 UFO 行きたいから今日やめておく。よし、うん、これから外に出るのは面倒だな。うん、やっぱり今日やめておくか。うん、それがいい。それがいい。これずっ、これ夏休みの間だけなんかな。どうなんだろう。でも意外と長いよね、フルボイスにしては。話の展開があんま。授業前、授業を教室まで持って行ってくれない。はい、わかりました。頼んだ。うっす。よし、次はシークスか。よいしょっと。さあ行くか。正解。正解。本当に。あ、シンナさん何やってるんだろう。なんだこいつ、ストーカーか。先生だけどさ。じゃ、江戸時代に鎖国が行われていたけど、全ての貿易が禁止されていたわけじゃなくて、俺勉強できないからわかんねえ。そこの地名を挙げて。全然わからん。鎖国の間って外国とやり取りしてなかったんじゃないの。全然わからん。長崎だろ。あ、それは長、あ、正解。当たった。こんなバカでも当たる。俺な、小学校中学校な、社会の問題めっちゃ嫌いやったからな。めっちゃ嫌いやったからな。他は。他、全然わからん。あと3カ所だよ。3カ所もあるの、絶対無理じゃん。頑張って。あ、でも選択問題ならいけるな。3択とか4択とかならね。今のね、こう変な知識いっぱい集めた感じやといけそうな気がする。うーん、あ、先生ですよ。ちょっと、ああ鎖国の時に開港していた場所なんですけど、長崎以外にどこがありましたっけ。え、あ、長崎以外にあるの。福岡、長崎に近いの。福岡、いや海だな、海だな。長崎、福岡、
山口、あと近いところといえば、石川県は結構遠くなるしな、沖縄、沖縄はちょっと遠いか、分からん全然分からん。ダメだよ、せめて江戸時代。うわ、ちょ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 いちょちょい、分かるわけないじゃないか、ちょちょい、絶対分からんわ、福岡ねえし。対馬ってどこだよ。鹿児島、松前は四国だっけ。あ、この鹿児島まで行かんやろ。新潟結構上だぜ。江戸って、江戸はそっか、奈良県か、奈良県だろ。京都か、まあどっちもいいや。あ、分かるわけねえじゃん俺が。これバカだぜ。おいおい、ふざけんじゃねえよこれ。対馬、浜松、一番上だろ。はい、わかった、鹿児島、対馬、松前だ。あ、正解です。お、やった。あう、私にはわからん。ほらね、言った通り、制限通り、これ調べてないですからね。ダメだよそんなんじゃ、これ中学生レベルの問題なんだから。そんなこと言わんでよ、俺も全然わかんなかったよ。全然わかんねえよ。中学生、私やっぱ世界史にしようっと。やばいな、俺もあれやもんな、小学校と中学校の教科書もう一回読みたいもん。それあまり変わらん。はは、そうだねなんやねんその会話。いやー、しかしほんと歴史嫌いだったな。先輩先生、午前授業。なんだよユホ、うわ、変な呼び方すんな。この問題が任せろ。どれどれ、前後の答えは分かったんですけど。ユホ、今は何の時間だ。なぜ疑問形なのか分からんが、その通りだ。で、どうして授業中に雑誌のクロスワードの答えを俺に聞くんだ。分からなかったからです。商品をもらうためだろ。あ、なんかそういう商品の動画とかも作ってみたいな。今パッと思いついたな。今度クエスト行くか。あ、ひどいですって。なんだ、ひどいのはお前だ。たまには俺の授業をまともに受けてくれよ。アシスタントだけど。努力しないとできないのかよ。できないのかよ。休み時間。いい陽気だ。こういう日は没のが一番だなよな。暇そうなやつ。はっ。は？暇じゃねえし。俺は実況という。これ教室に持ってってちょうだい。俺には実況という時間があるんだ。あと編集もしないといけないんだ。まあこれは編集全くしないけどな。アナサーというわけの説明が全くないんだけど、それは一体どういうことなのかって話だよ。バイト代いらないってこと言いたい。いりまーす。すいませんでした。どこの教室だよ。うんうん、弟ってもんは素直が一番よ。 C クラスだからよろしくね。くそこいつめ、この恨み松代まで呪ってやるって。俺たち同じ家系か。松代って言ったら俺たちになるじゃん。よいしょった。しかしあんまり暇そうにしてるのも問題だな。このままとまあいいように使えるに決まってる。何か対策を練らなければ。なんかね、仕事をしているふりをしていればいいんだよ。できた。ん？お、お、シーナさん。スカートがかわいいね。まずいな、一人ごと聞かれたかも。あれ？先生いたんですか？あれ？じゃねえよ。もうちょっと声優さんどうにかしろ。本当にもう。あれ？じゃねえよマジで。そっちは何やってるの？さっきできた。とか言ってみたんだけど。え、聞こえてました？ああ恥ずかしいよ。あ、別に聞き耳立てたわけじゃなくてさ、それなりに声が大きかったからさ。あれかな、もしかしてビーズやってた？はい、本当は昨夜のうちに終わらせるつもりだったんですけど、テレビでやってたドラマについ見入っちゃって。あれか、8時夜に売っているやつね。ちょうど在庫も切らしちゃって、夜までにあと4個は作らないとだ。
大変だな。大変は大変ですけど、でも嬉しいんです。今まで品物が足りなくなることなんてなかったから。あ、それな、それな、それすげえね。やったことはないけどなんとなくわかる気がする。なんかずっと残ってるのって、あ、なんか料理と同じだよな。料理でさ、自分が作ったやつがさ全然食べてもらえんやったらさ、全もうなんかはーってなるけどさ、こうどんどんなくなっていくとさ嬉しいんだよな。でもご飯食べる時間がないのはちょっと困っちゃいますけどね。ええよ、おにぎりで。そっか、シナさんお昼まだなんだ。しょうがないな、何か買ってきてあげる。大変だけど頑張って大変だけど頑張ってに しよう。大変だと思うけど頑張って、はい、自分で始めた。そうだ、これはこれで楽しいです。頑張れ、お前は頑張るしかないんだ。うんうん、じゃあまた授業でね。はい、というところでね、今回はここまでにしようかな。はいよ、おい。じゃあ設定画面で次はね、何しようかな。なんだっけ、設定画面だっけ、違うわ。セレクトや、セレクト。おー、来たー。次はこの画面だな。じゃあセーブして、今日は、いや今回はここまでにしたいと思います。あ、でもセーブする画面とロードする画面とかあれなんやな。同じなんだな。うん、同じっていうか毎回ランダムなんだな。うん、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。